は野方にやってきました。はい、そうですね、いい街でしょ、駅降りてね、西武線降りて、はい、で今回はその中に野方にあるんですが、コビービリヤードにお邪魔をしました。はい、キャロムのお店、はい、はい、もうね、なんかこの時間に合わせて我々だけ喋ってるのが恥ずかしいんで、ちょっといる皆さん拍手をしていただいていいですか。もうみんな何か、あの話によるとエベプロに会いに来たらしいですよ。ええ、だけどどこにいるのエベプロってみんな言って、ここにいます。あ、ここ本物です。はい、はい、さあ、そしていつものように超人です。こんばんは、よろしくお願いします。これだけの皆さんの前で超人、はい、まずは最初に行こうと思うんですが、今日はね、はい、アーティスあーはい、全然喋れてないですね。はい、ごめんね、今日切れてないのよ、はい、俺、はい、え、本当ですか。アーティスティックビリヤードを、はい、今日は皆さんにお楽しみいただこうということで、はい、こちらの、店長の小林プロと今、はい、全日本チャンピオンの渡辺プロに来ていただいてね、はい、すごいのあるのよ。すごい、これ見せていただこうと思うんで、はい、2人も挑戦するからね今日。そうですね、いいですか。はい、その前にじゃあ本職の方行っていただこうと思います。はい、今日調子どうですか、超人は。調子ですか、はい、そうですね、関西オープンから結構調子いいんですけど、その話は後でゆっくり聞くから、はい、その愚痴は後でゆっくり聞くから、はい、じゃあまずは超人チャレンジからいきましょう。はい、いきましょう。はい、もういいよ、いきなりエースで終わってもいいからね。はい、わかりました、はい、じゃあいきますよ。はい、丸バツ、あ、僕らの目の前にあった持ってくるね。もう一回していい？は？もう一回していい？まだ関西を引きずってる？え？もう一回していい？もう一回、もう一回許す。はい。いいですよ。ケーキ漬けにね。今日諸事情があってね、ちょっと時間遅れてるのね、スタートが。ああ、そうなんですか。ええ、ですから、スパッと今度は決めてね。わかりました。今皆さん見ないことにしていただいて。はい。はい、さあ、それでは超人チャレンジが始まります。本日1回目いきます。はい、お願いします。お願いします。はあ、これいいんじゃないですか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 、さあ、これいいっすね、これはもうどうですか、これ絶対絶対できる、できると思います。皆さんどうぞ、待ってます。皆さんどうぞ、どっちか丸か×丸だと思う人、見てらっしゃる皆さんもどうぞ丸か×か応募してください。お待ちしています。まずはじゃあお知らせの間にみんな応募してください。お知らせです。大人の事情がありまして、はい、秒殺で言っていただいていいですか。はい、わかりました。スパッとこう説明しながら、じゃあ逆ひねり、ワンクッションで止めます。はい、はい、はい、やばい迷った、じゃあこれちょっと前出して止めます。はい、これでも 100% まさりできるって丸が出るとね、ここ、うん、聞いてます、ここ聞いてる、聞いてるよ。で、ワン、はい、ツー、ツークッションでサイドポケット。はい。で、ワンクッションで8番に対してこっちに、9番にこっちに向かうような角度をつけます。本当に秒殺じゃん、今日。ね。30分、マスアリチャレンジ見てるみたいです。はい。で、はい、あとは引き玉で、ちょっと殺し玉気味で、まっすぐ合わせます。我慢すぐ。ちょっと触れちゃいましたね。でも大丈夫。はい。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもどうもどうも。丸です。丸です。はい、マキ系で。ありがとうございます。最初のことはなかったことにしていただいて、はい、ね、はい、見事でありました。はい、もうリクエスト通りでありましたので、丸の方正解です。もう大体今日も丸ですね、これはね。今日は素敵なプレゼントがあります。はい。はい、オリジナルゴルフボール持ってきました。あ、うっそ。本当。いや、じゃあそれまた後ほどやろうよ。ゴルフボール、ゴルフボール、オリジナ
ールでビリヤードデザインで作ったゴルフボールに、はい、私とクリさんの、はいはい、超人のサインを入れて、はい、僕はいいね、いいです、はいはい、じゃあどうぞ皆さんお待ちしております、はい、ご応募ください。後ほどじゃあまた超人よろしくお願いします、はい、楽しんでてください。さてビリヤードニュースいきましょうか、はい、ビリヤードニュースなんですがまず最初のニュースからいきましょう、はい、関西オープンが行われました。今回は3月の30日、31日です。大阪玉でビリヤードエースで行われたんですが、優勝したのは我らが、はい、そこ言ってんの優勝したのは我らが、我らが何だろう、我らが何、我らが土方プロでありました。おめでとうございます。連覇を狙っていました、はい、パラグライアンプロが、パグライアンプロが、はい、パグライアンプロが残念ながら負けてしまって、まあ、土方プロが破って、いやー、土方プロが一番尊敬する選手なんだそうで、なんですか、あれ、そうなんだ、そうなんですか、はい、なんかすごい好きらしくて、はい、だからあのロープロとやるときに、うん、まあ、パグライアンとやりたいって言って頑張ったって言って、あ、そうだったんだ、パグライアンに勝てたのですごい喜んでますね、はい、我らが超人も言ってたんですけど、超人、はい、ちょっとそのレポートを一つお願いします、はい、あの素晴らしいレポート、はい、ベスト30に一発目柴田プロと当たりました、はい、3番飛ばして終わりましたありがとうございましたそれっきりでも、はい、あとずっと座ってたの、3-0 で、はい、3-3 に並んで回ってきた3番を飛ばして取り切り5連射で終わりましたね。テンボールですごいですね、はい、はあ、素晴らしいです。もうこれは柴田プロがナイス。柴田プロはどちらかというと何て言うんでしょう、その弟分、弟分、はい、でお兄さんなの、中学校も一緒です、ええ、で、まあ、これは俗に言うなんていうのかな、恩返ししたということですね、ふざけんなよと、はい、レポートでありました、はい、同じく関西レディースオープンが行われましてこちらは曽根京子プロ10年ぶり2度目の優勝と、そうなんですね、いうことでありました。エビプロどうだったんですか。私はベスト16で終了しちゃいましたね、はい、ユーカープロに負けてねえ、はい、まあ、これだけ、はい、勉強になりました。今回男性が土方プロ、そして女子が曽根プロが優勝というニュースでありました、はい、そして次は第21回全関東バンド選手権が行われました。3月31日です。ビリヤードクラブマルスで行われたんですが、はい、酒井プロのところのお店、ね、前お邪魔したところですね、はい、第21回になったんですが、今日この後ゲストで登場していただくんですが、小林秀明プロ優勝でありました。ありがとうございます。すごいクラッカーがもう鳴らせないブラッカー1個しか持ってこなかった。後ほどその優勝の腕前と、はい、あとは喋りも含めて、今日はショーを皆さんにはご覧いただこうかというふうに思いますので、はい、まあ、以上が今回のビリヤードニュースでありました。この後はエベちゃんのファッションチェックです。走り切るしかないですね。初めてです。一番楽しみですね。まあいつも通り強い人が勝つと思うので、はい、これで白黒つくからいいんじゃないですか。春のファッション、今日は、はい、もう4月ということで、ねえ、春らしいですね。今日のエベちゃんのファッションチェックですけども、今日はやっぱり春をポイント。そうですね、ちょっと春なんだけど、まだちょっと雨降ってるんで、うん、今日ね、東京はね、色を抑えめにしてみました、ええ、かわいらしい感じがするわけですけれども、はい、だいたい春はこんな感じ、いつも、まあ、そうですね、ワンピースを着たいですよね、やっぱりちょっとテンション上がって。これですとどうですか、テーブルについても問題ない。ちょっと問題かもしれないドキッとしちゃうかもしれないけど、まあまあ、でも今日はまたテーブルついてもらおうと思いますけれども、はい、こちらはですね、はい、ハニーブランチというメーカーでですね、うん、渋谷のマルキューとかに入っているブランドです。マルキューもね、はい、パリス・ヒルトンがデザインしているメーカーなんで、皆さんぜひ見てみてください。あなたが来たら何でも似合う。いやいやいや、言ってみました、とりあえず。はい、どうも、はいはい、というわけで、ベちゃんのファッションチェックでありました。お知らせです。
皆様こんにちは、ミポネットへようこそ。本日ご紹介する商品はこちら、大人気プレデターグローブです。早速つけてみました。プレデターといえばこの黄色と黒のおなじみカラーですね。このグローブの特徴はですね、指まであるタイプだとどうしても構えた時に滑りやすくなってしまうんですけども、レストを組んだ時に滑りにくいように滑り止めがついています。サイズが2種類あります。今私がつけているのが SM サイズ。はい、これが LXL サイズです。私がつけるとかなりブカブカです。指も余ってしまいます。男性の方でしたらこちらのサイズの方がおすすめかもしれません。いかがだったでしょうか。プレデターグローブ、かなり色もかっこいいですね。これで夏の湿気の時期でもバッチリです。お買い求めは Q ショップジャパンまで。ヒットのコーナーで今日まず最初にグローブをご紹介しました、はい、男性と女性とちょっとこう大きさは選んだ方がいいですよなんていうことを ね、ミポリに言ってましたけれども、はい、今日ね実は僕ずっとエベプロ来る前にテーブルついて遊んでたんだけれども、はい、皆さんからねグローブした方がいいんじゃないっていうそういうアドバイスをいただいたのね。でこの前あのビギナーセットを私、はい、買ったじゃないですか、はい、あの中にグローブもついてるんだけれども、うん、あんまり僕グローブってどうかなと思ってたんだけれども、グローブをする良さってのはどういうの。グローブをする良さはやっぱり、うん、はい、あの球が滑りにくくなったりとか、うんうん、まあ、その手がちょっと汗かいちゃう画面とかの時にはやっぱり滑りやすくていいと思います、うん、そうなんだ、はい、やっぱりそれで言われたんだね。ちょっとこう滑りが良くなくて、うん、はい、球の出し方が良くないんでスムーズにいくっていうで、うん、まあ、毎回同じスムーズさで使えるという。そうかだから特にビギナーなんていうのはう、ね、いつも同じ状況でやった方がいいわけですから、はい、うん、このグローブをつけるといいですよ、はい、と。特にあのまだ球をお持ちでない方は、うん、特にですねハウス球は結構滑りが、ね、違ったりするからね、そこによってね、はい、グローブすると、はいはい、結構いいです。あ、そうか。でグローブだけでしたら、はい、まず今日もそうですけれどもリーズナブルで、うん、自分の技術が良、はい、くなるっていうことありますからね、うん、このグローブの方いろいろと種類もありますけれども皆さん選んでいただきたいと思います、はい、もう一つご紹介しましょうか。はい、今度は多分Qケースじゃないかと思うんですが行きましょう。皆様こんにちは、ミポネットへようこそ。本日ご紹介する商品はこちらレッツ JPC359 ケースです。すごく軽いんですよ。お色が黒、コン、茶、バーガンディ、カーキ、全部で5色です。バットが3本、シャフトが5本入る構造になってます。とても大きなポケットです。実際何が入ってるか、横のポケットのチャックを開けていただきますと、では今度は下のポケットです。通常横についているストラップが多いのですが、こちらの球ケース背中側についてます。はい、背中側についているこのストラップの良さを感じるのは特にたすき掛けをしている時です。このようにすごく背負いやすいんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。 JPC359 ケース、デザインもシャープでかっこよく、カラーバリエーションも豊富、さらにさらにすごく軽い持ち心地です。この機会にぜひ。お買い求めは Q ショップジャパンまで。今日は Q ケースをご紹介したんですが、はい、今の Q ケースって超人持ってきてくれたんですけれども、超人が使ってるのと同じですか。はい、ね、全く一緒、はい、僕あのなんかワッペンとかスポンサーさんの、はい、のワッペンをベタベタ貼ってますけど、うん、
元はつまり今日ミポレット、はい、ミポリンが紹介してくれたものをいろいろとこう手を加えているということなんですね、はい、ですこれやっぱり僕ねいいなと思うのはねポケットっていうの、うん、ここねいっぱいあるでしょジャンプ専用と あそこジャンプ専用ここジャンプ級専用の、はい、があります、はいはい、ここです、はい、これジャンプ級ね短いの入れる専用、うん、でこっちがなんか大きい小物うんうん、エクステンションだったり、はい、ナッシュプールのタオルだったり、はい、そこ分かれてるんですね。ありがとうございます、はい、とか、はい、いろんなものが入ってるであります。えじゃあそれ持ってったらもう全部 OK？ これで大体もう試合はそれに入れて持っていったらなんとかなるよと。そうですね、中も結構、僕今いっぱい入るよっていうことなんでね、ブレイク球とプレイ球出して、はい、まあほら、はい、見てください。これ実はこれマッセ球が入ってて、こっち、はい、マッセ球、はい、マッセ球入ってます。マッセ球そんなあるんですか。まあ、ありますよ。まあまあ曲弾するときのためにですか。いやほら試合中も使った。まあまあこれはあれですけどね、うんうん、でもまあバット3バット入って、はい、こんだけシャフト入るんで便利です。なるほどね、はい。ちょっとすいませんけど、そこのワッペン取っていただいていいですか。このワッペンかっこいいですね、ええ、でこのワッペン前もご紹介したんですけど、まあ、今超人も貼ったりなんかしてたりするけれども、こういうように、今これも売ってるんですよ、うんうんうん、で僕らはこっち、僕らはこっちね、うん、これねこれあるとこれも売ってるんで、こういうふうにまた貼っていただきますとあなたも超人になれる。これもまたミポネットで売ってますんで、これ刺繍っぽく見えるでしょ。はい、うん、でもワッペン貼ってるんだけなんで、その後付けのワッペンもいろいろと種類がありますので、はい、どうぞ皆さんそちらの方も合わせて、はい、お買い上げいただいて、お願いします。楽しく皆さん楽しんでいただければいいのかなというふうに思います。はい、お願いします。またいろいろとここで皆さんに楽しんでいただけるグッズのご紹介していこうと思います。はい、ミポネットのコーナーでした。いやこの後はすごいショーだぞ。 お知らせです。走り切るしかないですね。初めてです。一番楽しみですね。まあまあいつも通り強い人が勝つと思うので、はい、これで白黒つくからいいんじゃないですか。今週はコビービリヤードにやってまいりまして、こちらのキャロムの台が 1,2,3,4 台あるわけですね。お二人に来ていただきました。ビシッと決めていただいて、はい、かっこいいですね。自己紹介していただいていいですか。あのカメラに向かって、はいはい、お願いします。はい、こんばんは、コビービリヤード店長の小林秀明でございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお隣は、はい、JPBF の、全日本現チャンピオン、アーティスティックチャンピオンの渡辺はじめです。チャンピオン、このお二人がね、はい、それこの、あ、いやでももう今はしゃってもらってあの、はい、僕何かっていうとコビービリヤードのホームページすごく綺麗なのよ、かっこいいので、はい、そこでね、お二人がね、ショーアーティスティックビリヤードショーをはい、やってらっしゃる。動画でですか。動画で、やってるのを僕見て、はい、やってたじゃないですか、あかりで長野でね、人ごとですか。で、その様子、うん、あれ長野だったんです。そうです。その様子がずっと流れてて、はい、実際じゃあそれを目の前でやってもらいたいなというふうに、うん、これ、超人ね、キャロムって、はい、やっぱり難しいの、どうなの。難しいと思います。あ、そう、はい、どんなところが超人から見て。そうですね、まずボールを落とせないっていうのは難しいです、ね、でもスクラッチもしませんよ、ね、でもスクラッチも、はいはい、プロ、ポケットプロとしては、はい、落としたいですけど、落とせないですからね、はいはい、小林プロね、はい、難しいって僕ら思うんだけど、
どう、実際どうなの。いや、そんな変わらないですよ。本当ですか。はい、本当に、そんなに変わらないです。やることは同じなので、はい、結局ね、厚みを狙って、はい、同点を決めて手玉を動かしてっていうのは同じですね、はい、すごいんでしょ、はい、お父様がですね、世界チャンピオン2回なってるっていう。でご自身もだってチャンピオンでしょ。はい、まあ、僕は日本チャンピオンですね。全日本チャンピオンも、はい、何回も優勝されてるというね、そんな小さな人間で何々やってすごいんじゃないですか。そこからまず入っていただかないと、私の聞き方もいろいろこうあるわけで。すいません、もう見えなかったってただの店長なんで。いや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 。で、そのまあお二人に今日はアーティスティックビリヤードっていうのをこう教えていただこうと思ってきたわけですが、見せていただこうと思うんですが、はい、これも簡単に言うとどんなもんなんですか。ですね、はい、世界連盟で100種目の規定種目っていうのは、うん、はい、あります。あちらにあるんですけど、それで、はい、その種目ごとに5点から10点に配点されております。はい、はい、いろいろ難易度が高ければ10点、はい、難易度が低ければ5点、その限りではないですが、はい、それで点数を競うんですね。はい、同じ種目を、みんなでやって、点数を競う種目です。はい、それ失敗したとしても次の種目にチャレンジというか。もちろん同じ。100個全部やるんですか。いや、全部世界選手権ではね、10種目ずつグループになってて、はい、ランダムに出されるんですけど、まあ、日本選手権なんかだと、ピックアップした40種目を全員でやっていくという形ですね。はい、うん、なるほど。渡辺プロね、うん、はい、その中で得意不得意ってあるんですか。40選ばれてあります。ありますか。はい、で100、今から僕が26番って言ったらもう何か頭にあります。26番はないですけど、はい、だいたい頭に入ってますね。だいたい100頭に入って、百人一首みたいですね。そう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 ですか。そうです。それをだいたい練習をして、はい、練習します。で40やって、はい、どのくらい成功。これがですね、はい、すごいんですよ。はい、前回の日本選手権で、はい、なんと日本記録を出したんですけど、87%。全部当てて 100% でしょ、はい、87% ってのは驚異的な数字なんですけど。すごい2人じゃん。いや、そうなんですよ。すごい日本記録を持ってるんですよ。で今日は僕らは、はい、じゃあすみません、チャンピオンどうしたらいいですか。どういうふうにどういうふうにしたらよろしいでしょうか。はい、まあ、これからやる ね、我々のすごいでしょうっていうショーがあるんですが、はい、それではあちらの種目表から、はい、ランダムに、はい、本当にランダムだ。本当にランダムにこう言って、本当にランダムで、ね、いただいて、選んでいいんですか。ければ選んでください。行こう行こう行こう。これが見たいって言っていただければ。選びましょう。いや、僕見たいというよりも番号で適当に言ってもいい。番号で適当でもいいですよ。例えばじゃあ一つやっていいですか。はい、いいですか。いいですよ。国民栄誉賞も決まったんで、長嶋さんの3番とかそういうのでもいいわけですか。3番、はい、かしこまりました。3番覚えてる。どっちがやりますか。ん、3番、これ、ここね、3番。なんか、すいません、はい、どっちがやるかみたいな相談してますけど。いやいやいや、いいです、はい、いいです。大丈夫ですか。はい、うちのはじめちゃんがやりますね。あ、なるほど。はい、うん、はじめちゃん、はじめちゃん、よろしくね。3番ですね、3番、はい、このドットについたのが手玉です。はい、手玉です。はい、白ボールに当てます。はい、手玉ここで押します。はい、手玉ワンクッションします。うん、もう一回同じクッションに押しのこのスピンでね戻します。2クッション、3クッションで赤に当てます。ちなみにこれは5点ですかね。5点というと、まあ、一番点数的には低い。難易度の低いっていう。難易度は低いけど、はい、すごいですよ。すごいです。見たい見たい。いきますよ。はい、ね、アーティスティック3回試技があります。はい、失敗しても3回チャレンジさせてやってください。いやいや、はい、でもこれはいやいや、一回、まあ一発で決めますけどね。いやいや、一回で当たります。決めますけど。それではお願いします。お願いします。1、あれあれ、雨ですからね。そう、雨ですから ね、 ね、ちょっとね、3回あるんで、3回ね。はじめさんも額に雨が降ってます。そう、雨が降ってます。2回目、なるべく早く当ててもらわないとたくさん見れないから、皆さん、はい、よろしくお願いしますよ。1位。あれ、雨ですから。雨だね。雨ですから、まさかね。たま、ちょっとどんどんプレッシャー5点ですよ。はい、皆さん今日も何でもありです。はい、ラスト3回目。ラスト3回目。
先玉がどっか行っちゃったけど、富士3回で当たりました。ね、まあ、はい、こんな感じでエイプリルフールですからね。エイプリルフールですからね。はい、今日何違いますね。次何番いきましょう。次行きましょう、はい、次行きたい、何番いく。え、これ本当にいや適当に選んじゃっていいんですか。適当にでいいですよ、はい、本当はね、本当はできるはずなんだけどね。今あの、はじめちゃん今結構プレッシャーかかってる。そう、緊張してプレッシャーかかってる、はい、どんどん次どうしよう。これあの数字が上がるほど難易度上がるな、変わってきてない。でも何番どうね、左下にポイントって書いてあるんですけど、これが点数ですね。でもそのポイント見ないで番号言って。え、例えば誕生日は何日。11月3日。じゃあ11とか行こうよ。11。はい、11。このちょっと細かいとこで5点、これも5点だから。え、ちょっと待って違うの違うの、もうちょっとダイナミックなやつが見て。あ、ダイナミック、そう、形で選んでもらってもいいですよ。はい、さすがプロ、何でもできるはずですから。もう大丈夫、大丈夫らしいです。86番。86番。はい、86番。86番ね、あ、これね、ちょっと待って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 、うん、早くしようぜ。早くしようぜ。あらかじめ決めてた方がいい。意外と世の中押してるぞ今今日は。グダグダだ。番組終わっちゃうぞ。はい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 、57番。57番。はい、57番。あ、はいはいはい、57番。マッセ、これはね、これはちょっと派手かな。はい、うん。さて、ちょっとね、ラシャー破ると嫌なんで。いいですね、僕これ、はい、ちょっとこれシート、うん、これシートを敷いた方がいいですね。そうですね、ね、そうですね。57番って何でしたっけ。あ、はい、ビッグウェーブ、これね、ビッグウェーブって名前が付いてます。はい、はいはい、これね、ドットボールつきます。はい、これね、こっからこうやってドーンってマッセします。はい、はい、こいつがね、こっちの、すいません、あの、はじめプロ、あの、何か分かってなかったみたいです、今。あ、大丈夫、大丈夫。マッセしますね、はい。こっちに向かっていくと、はい。はい。本当だったら向こう行くでしょ、うん。これをね、左の強烈なスピンで、こんな感じです。できるかな、大げさじゃないですよ。本当かい、これ。で、こんな感じで赤に。マジですか。本当にこんなのはあるの。すごいですよ。一発で、へぇ、じゃないわ。さあ。これすごいですよ。さっき失敗したからね。いや、はじめプロは難しいほど燃えるという噂なので。はい、そうそう、はい、うん、そんな噂は聞いたことない。かっこいいですね。いいですか、お願いします。それではお願いします。ほら、うーわ、何それ、すげえ、生き物みたいでしょ。すごい、生きてる。すごいでしょ。もう一回、次決めますよ。お願いします。緊張してみててくださいね。緊張してますから、僕が。うん、すごっ。あれ、おぉ。大丈夫、大丈夫だよね。いや、3回あるからね。私、このカーブだけでも結構感動してる。すごいな、これ。なんかね、サクサクいきましょう。すごいですよね。うん、サクサクね。ほらね、ほら、すごい、あれ、あれだろ、いやーすごい、すごいでしょ、すごいでしょ、ちょっと頭出ましたね、はい、すごいでしょ、目玉の動きってすごいね。じゃあ次、やばいっす、はじめちゃんやばいっす、今やばいっす、はじめちゃんやばい、はじめちゃんやばいっす、今精神状態やばい、テンパってます。81番。あ、81番ね、はい、はい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 。これもマステですね、マステ。ポイントを一つずつ今上げていっています。これ7点かな、さっきの6点です。今度7点ですね。今度7点。意地悪だな。いやいやいや、だってできちゃうから。いや、ワンポイントぐらいじゃなかったね。どんなん、どんなんか、こんなんかなとか。え、これ本番の時で誰がセットするんですか。ちゃんと審判、レフェリーが、そうですね、審判がついてセットしますけど、はい、はい、これもマッセです、はい、これもね、さっきのに似てるんですけど、これマッセします。このね、ここにピンが立ってるの分かります、はい、ピンの向こう側にまずワンクション入れます、手玉を、はい、でさっきみたいにギヨイ、さっきよりちょっと大きいカーブかな、うん、大きいカーブでこっちにツークッション目、はい、で向こうのタンクッションにスリークッション目、はい、簡単だよね。簡単。怖い怖い。頑張れ、じゃあお願いします。さっきより一点難しいかな、うん、ほらほら、
惜しい。やばい、今マジでやったみたいな顔してちょっとすごいでしょ。でもこれすごい動きだね。たまにすごい動きなんですよこれ。おおおおおおお、神の、ちょっと遅い遅いすいません、まだ修行が足りなかったからね。はい、分かった、遅い、分かりました。遅いからね、遅いからね。はい、やろうと思ったんだけど、え、これどこ行くんだろう。それが当たんなかったらどうしようと思って。3回目、またグローブでしょ。もらった。おっ、3回目。え、まだまだやってもらってもいい？まだまだいいですか？時間の許す限り。次、76番。76番。はい、76番。これね、これはね、ちょっとね、すごいテクニックが。76番だよ、はいはい。76番。今これね、我々適当に番号を言ってますけど、はい、全然リハーサルなしで。本当にこれ。本当にぶっつけですよ。はい、やってますんで。本当は僕、あったんだけどな、俺リクエスト。そろそろ一発で来ますよ、はい、これはどう、はい、これどうなるんですか。今度はね、マスじゃなくて、はい、平突きで、はい、切り押しというテクニックですね。はい、これね、ドットが手玉ですね。手玉とサリ玉近いんですよ。はい、5ミリぐらいしか入ってないんです。はい、これをこの白に向かってすごい強烈な押しをかけるんですね。本当だったらこれ二度突きしちゃいますよね、ドーンつって。そう、これをね、これですよ、この太い、この腕、ね、これでね、二度突きしないですごい押しをかけるんですね。で、どうなるかというと、手玉、白に当たります。ワンクッション。はい、ワンクッション。向こう行っちゃうでしょ？向こう行っちゃうでしょ？向こう行っちゃうのはね、この切り押しの押しの回転でね、こっち戻しちゃう。戻しちゃう、戻しちゃう。ツー、スリー。これはね、ツーにしとく？いやいやいや、ね、あ、スリーで。そうね、ちゃんとした規定でバスリクション入れなきゃいけない、ね。そろそろ1回でやらないと、ね、まずいですよね。はい、そうですね。はい、頼んだよ。じゃあお願いします。いきます。1、2。おお、ほら、だから2つつけましたじゃない。いや、今赤はちょっと違ったね。あ、違ったのね。いやー、文句言われちゃいました。すごいな、すごいなこれ。すごいでしょ。大丈夫ですか、赤の位置は。はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。次こそいけそうですね。いけます、いけますね、はい、これはいけます。今でもね、十分すごいけどね。これすごいな。これ当てちゃうとこがすごいんですよ。うおー、出すぎちゃった。出すぎちゃった。すごい、押しかかりすぎたっていう。そう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 、ちょっとね、すごいね。もう今のは成功でもいいけど、まあ、一応当ててもらおうかな。そうですね、毎回3回ですね、これね。もうちょっと一発でいけたいですね。おー、1、2、3。すごいでしょ。すごい、すごいでしょ。すごいね。すごいんですよこれ。え、それって質問していいですか。はい、9ってみんなと同じ9なんですか。みんなと同じ9です。なんかこういろいろやりやすいとかないんですか。いやいや、基本的にはもう一緒、普通の9です。すごいな。マッセ用だけね、ちょっと短くて重たい、はい、はいぐらいですかね。じゃあ次、10番。10番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 なんで。10番は結構マニアックですか。あ、マニアックですね、これ覚えてないっていう。おー、これすごいね。うん。これ9点はい、ポイント9点。これね、9点はい。すいません、10番って言ってなんか、うんって言ってる人が。ちょっと難しいんですかね、これ。いやいや、そんなすごい難しいです。カメラアングル的にはこっちでいいかな。大丈夫ですね。大丈夫ですか、はい、僕が避ければいいですね。そう、これね、これもね、押しの回転でね、白に当てます。はい、ここにワンクッション入れます。はい、うん、これね、これポケットインするわけじゃないけどね、はい、向こうワンクッション、ワンクッション、ツークッション、ツークッション、スリークッション。おー、ここでね、はい、こんなになるんですよ。難しいこれ。はい、要は押しがトップスピンがかかりすぎてっていうバージョン。そうですね、はい、すごい動きしますよこれ。9点です。さらにかけちゃうぞみたいな。そう、これはちょっとすごいですよ。お願いします。はい、うー、
はすごい。すごい。まだ出すぎちゃったこれ。やりすぎってね、めったにないんですよ。これは一回でちゃんならではですね。これ今すごい技ばっかりなんですけど。すごい技ばっかりです。僕らもなんかできたりするんですか。おっと、来ました。来ましたね。僕らもチャレンジしたらなんかやれるんですか。やりたい。はい、じゃあかぼちゃにやってもらいましょうかね。え、はい、本気で本気でそんなやりたいとか思った。キューはこれ全国放送じゃないですよ。世界放送ですよこれ。もう世界各国で見てるよ。行く。やりたい、はい、って言ってるんで、すいません、ちょっとお願いしていいですか。はい、エベプロにやってもらいましょう、はい、これ。これできるようになったら使っちゃっていいんですか。使っちゃっていいですよ。え、ポケットってですか。いや、マイク持ってます。いや、スリークッション持って行ってショーやります。そうですね。これね、これでも正式種目ですからね。これ何番。これね、60何番だっけな。うん、分かんなくなっちゃった。68番。68番違うな、68番は LG です。56番。なんかこれすごいですね。これ何番、まあ、いい何番ってクイズにもなってしまう。86番ね。はい。はい、これまたドットボールつきますね。はい。でね、これ両方のクッションにタッチしてるんです。はい。玉クッションという技。玉クッション。はい。ここでガチャガチャってキスさせるんですね。はい。わざと。そう、わざと。でも、それで、大好きなやつですよ。押しの回転で、ここの、こっち側の長いレール、長いレールに2、3回ぐらい入るかな。押しの回転でこのね、レールをはわせるんですよ。大好きなやつ。で、最後はこれですか。そうですね。じゃあこれ3クッションつくときはこう来たらこの取り方でいいんですね。いいですよ、3回入ればね。よし、はい、じゃあいきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。これね、当たったらアーティスティックで6点もらえますね。やった。6点。うん、一番優しいやつじゃないですよ。あー、すごい。おお、すごい。まずい。あれ、すごい。あれあれあら、始めちゃう。チャンピオン。あれよ、チャンピオン。6点、はい、ダメだろ、すごい。これ2回でやっちゃダメ。空気読め、空気を、ね、空気を読め。すいません、次から僕エベカオリプロやってもらいますけどいいですか。空気を読め、エベカオリ。エベカオリのすごいでしょうにしましょう。決まったらめっちゃ面白いです。ね、これすごいですね。超人いきます。さすがプロ、はい、超人、はい、超人はね、超人はね、超人はね、はい、10点ものいきましょう。10点もの決まったらすごくないですか。44番いきましょうね。44番いや、もういいです。普通のバージョン、はい、超人、頑張ります。超人はすごいですよ。ちょっとプレッシャーかけます。もう十分かかってます。10ポイントはまだ始めそう、ね、はい、これ10ポイントです。やってないですか、はい、やってないですか。やってない。まだチャンスありますね。いや、作ります、一生懸命。10点のチャンスは、はい、これはですね、はい、笑ってそこからかい。笑ってないでしょ。はい。ね、こいつつきます、はい、これね、引き玉です。ちなみにね、この先玉の左に、左側、こっち側に当てるんですけど、はい、これね、どっちもボール1個分しかないんです。本当だったらガチャガチャってキスしちゃうんですが、うん、まあちょっとした、ちょっとしたこれで、手を使って、そうですね、こうキスしません。かわす。白に当てます。そう、ちょっとね、これ超人にしかできないと思うんです。これすごいじゃん。ワンクッションで、引きのカーブで向こう側のクッション、はい、向こう側の直射ね。で、ターンクッション、超クッションで、ほんとかいって、これはすごいですよ。切らなきゃいけないですね。すごい効かないと無理だし、パワーもね。クリット、クリット、クリットお願いします。クリット、はい、はい、クリット。すごい、すごい。ちょっと熱いのかな。もう今、分かりました。惜しい。でも、え、分かるの、やっぱりこれで、もうなんとなくこれで分かっちゃうんだもんね。さすがですよ。ほぉ、さすがです。はい、2回目。お、たま、どう ?3 どうどう？からの？イエーイ！
ません、次から一緒に仕事させてもらっていいですか。はい、ちょっとすみません、首がもうすぐ首に。じゃあ今日いろいろあったんで、本来我々最後エースを狙いって言って、あの最後我が超人がエースを出すコーナーがあるんですけど、はい、最後今日はじめプロに締めてもらって、そこでじゃあ10点を狙えて番組締めるってダメです。そうしましょう。じゃあ、ですからその前選んでいただいて、まだまだちょっと我々番組でいくつかやらなきゃいけないことありますので、はいはいはい、その間にあのどれがいいかなって選んでいただいてですね、分かりました。最後それで今日は締めて番組を終わりにするってのはいかがでしょうか。で、あのやりたいなって皆さんいらっしゃると思うんですが、教えていただくチャンスってあるんですか。ありますよ、はいはい、あのちょっとその辺のことも教えていただいていいですか。はい、はい、まあ、このアーティスティックっていうのはさすがにね、レッサーの張り替えのちょっと前に、うん、まあ、何ヶ月間、はい、開放してやるんですが、普段、まあ、私も講師を務める、はい、キャロムセミナーという、首です、あ、キャロムの方でやればいいですね。はい、はいはい、キャロムセミナーという講習会をやっております。はい、私と鈴木剛、はい、アジア金メダリストですね、それから、おなじみかな、坂井信康、はい、この3人が講師で、はい、3クラスに分けて、月1回、うん、これはビリヤード小林で、はい、新大久保ですね、はいはい、これあのインターネットの方で調べれば分かります、はいはい、詳しくはあのうちのコビービリヤードの、はい、ホームページ、はい、から見れるようにはなっております。なるほど、そちらの方でまた見ていただき、はい、例えばね、はい、それキャラも教えてもらうのにどのくらいのテクニックがあったらいいんですか。あ、もう本当に、はい、まあ、全ての人に対応できるようにクラス分けをしております。うん、はい、しかも、はい、今月の開催は20日なんですが、20日土曜日12時からなんですが、はい、今回は、C クラスの方、うん、一番初心者の方ですね、はい、方はのクラスに限り初回無料、あら、本当は2000円です、はいはい、初回無料で、はい、やらせていただいております。2000円でもリーズナブルですよね。でもリーズナブルじゃないですか。そうですね、2000円と教えていただけるなら。そうですね、普段から2000円でやっておりますが、そちらの方も、はい、よろしくお願いいたします。なるほど、はい、あ、皆さんどうぞまたトレーニング勉強して、はい、これかっこいいね、やっぱりね、かっこいい、かっこいいね、ちょっと本当に習いに来ようかなとか思っちゃったね。はい、扱いはまず最初の方、初心者の方、はい、初級者の方は無料ということですので、はい、それではそのあたりはホームページの方で確認をしていただきたいと思います。はい、走り切るしかないですね。初めてです。一番楽しみですね。まあまあ、いつも通り強い人が勝つと思うので、はい、これで白黒つくからいいんじゃないですか。